ご飯あげてるんですけどね、ご飯あげてるんですけど、なぜか段ボールを食べる。そして春がやってくる。段ボールはね、別に食べ、まあ体にねあまり良くないんで、あまり食べてほしくはないんですけどね。まあミルクちゃんはね、うち今マロンちゃんとミルクちゃんとウィークちゃんがいてるんですけど、あまりウィークちゃんは外にゲージから出たがらないんですよね。気が弱いというか、おとなしいというかね。出してももう隅っこ端っこに寄るんで、あまり出してる意味がないんで、マロンちゃんはまあ普通なんですけど、ミルクちゃんは結構正直ねやんちゃくれさんですね。ミルクちゃんはね、まあその代わり猫との相性はまあ悪くはないかなと。まあ他はマロンちゃんとかウィークちゃんは完全に怖がってもうビビっちゃうんですけど、ミルクちゃんはまあちょっかいかけられるのが嫌やからあれやけど、動じないね、こんな感じで動じないんでね。あ、また来たか。ここに来るとね、ミルクちゃんにやられました、カーペット。ちょっとしたほつれをね、ミルクちゃんがかじってかじってかじり倒してやられました、カーペット。応急処置でこれで隠してます。どこ、まあね、動物ってそんなもんなんでね、飼った以上は家族の一員だし、カーペットぐらいねしゃあないなと思っております。ただまあお腹さえ壊さなければね、お腹さえ壊さなければまあ別に何食って食べてくれても構わないんですけどね。餌はでもちゃんとあげてますよ、マロンちゃんもミルクちゃんもウィークちゃんもね、ワンちゃんも猫ちゃんもみんなね、餌もあげてますし、おやつの時間もちゃんと与えてますけどね。まあそれ以外にミルクちゃんは何かとかじりたがるという、カーペットもドロドロなりました。まあミルクちゃん一人のせいではないんでね、他のやつもトイレをね、まあ僕はね基本本当はまあしつけとかね、いろいろ犬猫しつけとかあるんですけど、あまり僕はしつけとかはしていなくてね。自由にさせているんで、もうやりたいように自然のまんま、まあやりたいようにやらせてあげて、まあお腹さえね崩さなかったらまあかじってくれても
いんですけどね。はるちゃんが、はるちゃんがね、ウィークちゃんとマロンちゃんにははるも行かないんですよ。なぜかミルクにだけは行くんですよね、はる。でミルクも別に嫌がってはいるけど別に動じない。ウィークちゃんとかはね完全に怖がるんで、逃げます。でマロンちゃんはまあ、まああまりマロンちゃんには行かないんでね。襖の柱を削らないで、はるちゃん。みんな出したったや。順番やん、順番。順番ね。みんな。自分のゲージに春が入っているいうことで、春お前が はるちゃん、ゴンタさん、はるちゃんいなくなったわ。ミルクちゃん戻っておいで。戻っておいで。
また来たか、また来たわ。はるちゃんがミルクと遊びたいからな。よしよし、水飲んでるとこちょっかいかけたったらあかんや、はるちゃん。ちょっと低いかな。大きくなってきたんでね、ミルクも急激に成長してきたんで、ちょっと水の位置が低いんやな。上げてやらなあかんな。飲みにくそうやな。急激にね、まあ成長したというか、よく食べるんでね。はい、もうミルクちゃんも休憩、ぐたーっとしておりますね。ぐたーっとしております。休憩です。はるたんは遊びたがっております。ミルクとね、ミルクも気が強いんでね、春にちょっかいかけられても負けないというか動じないんでね。春もでも大概やんちゃしたもんな、お前も。それではさようなら。またね。また、マロンちゃんとかね、ウィークちゃんの時もね、皆さん見てくださいね。みな、じゃあね。ゲームの配信もね、まめにまた始めていきたいなと思っております。初期の頃はね、ゲームの方もやってたんですが、あきちゃんが来ました。
あきちゃんは虚勢してるからね、もう、男の子なんですけど、いつまでも可愛い、赤ちゃんみたいです。甘えん坊です。